ヤンジシカ・グルンバルトの戦いで、ポーランド王国と共に戦うヤンジシカ中央屋や,や、右下、同鎧をつけ右肩に振りかぶった刀を、敵ドイツ騎士団兵士に向けて今まさに振り下ろそうと、知っているヤンマテイコが、グルンバルトの戦いヤンジシカは、ボヘミアで1419年から経った、フッ戦争の英雄。ジシカは、ジシカとも表記する。 旧チェコスロバキアで流通した1958年から1972年発行の25コルナ、1971年から1988年発行の25コルナ紙幣で、それぞれ肖像が使用されていた。石岩であったため、石岩の自主化と称された。はじめ没落した、ボヘミアの小貴族であったが、自由賢備の人物であったため、傭兵となって、 次第に頭角を表す。1410年のグルンバルトの戦いにも多くのボヘミア義勇隊に参加して、ポーランド王国に味方して戦った。その後、ボヘミア王バーツラフ4世の軍事顧問となるが、この頃ボヘミアの首都プラハでは、教会の腐敗を批判する宗教改革者ヤンフスが活動しており、自主化はその思想に浸水していったと考えられる。1415年、 フスが異端の罪で家計にされると、ローマ教皇や時の神聖ローマ皇帝、ジギスムントに対して反感を強めたフスの信奉者を率いてカトリック派を攻撃。バーツラフ4世の死後、ジギスムントがボヘミア王に即位するとこれに反抗してフス戦争を引き起こした。1420年、迫害を逃れてきたフス派の民衆をボヘミア南部の山中に集めて、 城彩都市ターボルを建設し、フス派の中でも急進派と言われたターボル派を結成した。自主化が作り出したターボル派の軍は、進行に基づく厳格な軍機とマスケット銃や戦車などの新兵器によって無類の強さを発揮し、ジギスムントの新生ローマ帝国軍やフス派撲滅のための十字軍も自主化の前に何度も大敗を喫した。フス派内部には、 聖書原理主義に立つアダム派のような過激な急進派からカトリックとの融和を図る富裕層を中心とした恩賢派まで様々なグループが混在したため自主化は対応に苦慮したが強大な軍事力を背景として諸派を統率。1424年には恩賢派との戦いに勝利し、全ス派の事実上の指導者となった。しかし同年、モラビア遠征中にペストにかかり、 まもなく死去した。自主化をしたウフス派の兵士たちは自らを、孤児と称し、自主化の戦術を継承して、フス戦争を戦い続けた。フス派の戦車、フス派の戦車、当時の再現、ありがとうございます。